はい、どうも、バンパイア TV のペロス。今日は B 型の血液飲んでみたいと思います。オッケイ、カントです。オースケです。デブキッペイです。マヒーです。ショウマです。じゃあ、今日はみんなで何やるんですか。スイカパーティー行きましょう。ウェーイ。じゃあ、まず順番決めよう。最初はグー、ケタケッポイ。最初はグー、ケタケッポイ。今回1回目、俺2番目、3番目、4番目、5番目。オッケー。日陰に行きたい。日陰一個暑いです。で、たださ、ただ割るだけじゃさ、つまらんでさ、お母さんに一言物申したいことを叫びながらスイカを割っていくっていうのをやろっか。あの、お母さんそれに対して文句言いませんのでね。はい、じゃあ1番の人からやっていこっか。はい、これの方が。じゃあ、カンタ目つぶってグリーンパスで、え、つまった方がいい。オッケー。うん、オッケー。うん、まあ、間違えてカメラに当たるってのないよ。大丈夫、私が逃げますから。何も見えないじゃん、お父さん。ちょっと待って、ストップ、ストップ。うっそ、めちゃくちゃ。あと、ちょっと青。1? 何す2、2。オッケー。オッケー。前、前、まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ。あ、逆。あ、もうちょい、もうちょい右、もうちょい右。待って、叫ばないかんよ、ちょっと待ってよ。じゃあ、お母さんに物申す一言お願いします。はい、分かってること言うなー。あー、私たち割れたあいきます。あ、めかす、めかす。見える？見えよね、下が。うん、見えない。まだね、1、5、お、はい、前前前前、まっすぐまっすぐまっすぐ行って、まっすぐそうそうそう、まっすぐ、あ、ちょっと、もうちょい右向いて、右向いて、あ、右右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 向いて、そこぐらいで歩いて、そういうことじゃない、体も右向いて、そう、それはいい、顔は左、顔は左、こ、左左、顔は左、こ、顔は左、顔は前前前。お母さんに一言言いたいこと。ゲームやりすぎ。あっ、ぺーちゃんや。どうする？影のところで始める？じゃあ、3年生半回見える？3回回るからでしょ。見えるよ。オッケー。2、まだね。2、多いよ。まっすぐまっすぐ。あるよ。スイカでさ、ちょっとスイカの噂で音出すわ。どうだ？音の鳴る方に、キペ。音の鳴る方に。いいです。みんなを誘導したって。はい、まっすぐまっすぐ。あ、ストップ。3回。いくよ。あ、それ確認するであかんな、キペ。ゴリラが食べたい。何回目？ 3 回目これ。あ、なんだ、今ね。え、4。5回目。はい、オッケー。前、前、前。あの、ちょっと右。左。もう少し前、もう少し前。もう少し、ちょっと後。一回構えてみて、構えてみて。うん、構えてみて。構えよ。回転がいる回転。回転、回転、左。左に回転。それでちょっと後ろかも。左に回転。倒せやかんよ。いいよ、本気でやっちゃって。はい、本気やって。本気やって、本気やって。お母さんに一言。とてもいいよ。喋ること面白くない。あずしさん、惜しい。喋ること面白くない。喋ること面白くない。さんの喋ること面白いけど。怖いわ。マジ、頼みやってくれ。何か食べたい。5、あと、はい、オッケー。前、音が鳴る方に。あ、左左、左左、左に回転、回転、回転、左、左向きに方向を変えて。もうちょっと前、もうちょっと前、もうちょっと前、もうちょっと、もうちょっと、そんぐらいでいいんだよ。そんぐらいでいいか。もうちょっと左。じゃあ、お母さんに一言。じゃあ、いつも私ありがとう。いい子。やっぱめっちゃ惜しい。
まずこんぐらいやった。オッケー。2周目入るよ。はい、2周目。お父さん、言いたいこと。ちょっと待って。2回目は叩くときにお父さんへ一言入れます。ちょっと右、はい、あのここもっと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 もっ東京でライブあるの？東京でライブあるらしいです。これ水管パネル？え、っていうかさ、真ん中のことはなんかクードになってる。これはね、叩くとね、こうなるらしい。あ、これ、違うね、人間のね、脳もこうなるらしい。そうよ、怖い怖い、そうなの。でもパネル植えよ、これ、どっかに。あ、種いいよ。水管入ってくるらしいよ。まずさ、どうする？こっち切ろっか。一回これ食べてみてもいい？これえ、ちょっと種植えよ、これ。これが割れたものです。あ、映ってないの。これが切ったスイカです。切った、うん、え、オッケーオッケー、切った、叩いた、割った、割った、割ったスイカです。いただきます。はい、あースイカ、いただきます。甘い、うまい、甘い、めっちゃ甘い、はい、どう、甘っ。このスイカはね、裏のおじさんがね、畑で採れたやつをくれました。ありがとうございます。みんなで楽しく美味しくいただきます。いただきます。よしよし、え、すげー、粒粒四角。あー、なんか本当やね、シャリシャリな。アイスにしたらうまそう。あ、スイカバーっていうアイスだ。本当にあるよ。あるね。見て、めっちゃ取り、キレイに取れたよ。そう、じゃあそれ向こう持ってって食べよう。きっくねえねえ、志村けんのさ、しとるスイカカカカって食べるやつ。あー、分からんけど、あのすっげー早く誰が一番最初にスイカ食べ終われるかっていう勝負する。いいよ。え、でも種が、え、あ、そうか、種、これまずなんでこんなシャリシャリなの。そういう風になる。あ、シャマくんどうぞ食べる。スイカ嫌い？いや、全然嫌いではないけど、いらない。うん、グー。私も食べよう。じゃあ今ここに全部細かく切ったらあれか。いただきます。いただきます。大きな逃がしちゃう。何が甘い？甘い。それがどうした？いや、わかんない。はい、はい、こちらが先ほど私が綺麗に貼ったあの、まあ、手がでございます。ごめんごめん。トバゲの負荷を受けちゃった。こちらでございます。これからカンタとお二人でスイカジュースを作っていきます。イエーイ。パフパフ。まあみんなはね、こちらで遊んでるんです。そう、もう遊びに夢中になっちゃってね。カンタさん、手は洗ったかい？おっと。まずこれ、さっきのスイカを種を取り除いてここに入れました。じゃあカンタさん、ここに手袋に調してここを入れてくれる？わかりました。で、ね、半分ぐらいにしてくれる？はい、いいよ。いや、今日はね、ボケ役とツッコミ役、2つでいきますと思ったら、いきましたね。こんなもんですね。カンタそれぐらいでいいよ。で、手袋外して、手袋はスイカの上に置いて。ちょっとあれやりたいよ。あれもやりたい。延長コードぶさ。延長コードいらん。あ、いるいる。延長コードいるかな。延長コード。はい、あらげみ。ここでミルク作りでありますんでね。ぜひよかったら見てください。お願いします。延長コードぶさ。オッケー。延長コードぶさ。オッケー。一回ストップしよう。え、もうジュースやん。ちょっと待って。おい、ジュースやん。ピコピコン。あれやるよ。ピコピコン。大助下押さえて。おお、違う違う違う。これこっちこっち。延長コード。ああ、やばい。あの時と同じやね。いくよ。はい、いいよ。延長コード。ジュースやんね。よし、オッケー。あ、ち。やばい、大丈夫。やばい、もう果汁溜まっとるって、やばい、ね、大助、この果汁飲めんの？果汁飲めん。絶対つぶつぶは無理。じゃ一回飲んでみよう。一回ちょっと飲んでみよう。で、飲めるんやったらこの作業いらんで。大助、ちょっと一回飲んでみて。そんなにつぶつぶじゃないで。いや、俺が、大助が飲むのは俺が。違う、大助が。あんた飲んだ分かるじゃん。どう？
これぐらい。どう？何回も聞くけど。いや。僕めんことはないけど。ない方がいい。ということで、あーこれ俺飲んだ。結構大変やな、これこすのが。こうやってやりながらやってて。行くよ。おー、危ねえ。あはい、どうした？ロイラ。早い？さっきより落ちるの、キッペ。あ、もうお茶っぽいよ。いや、まだ全部。あ、これかけるけど。最後じゃ一緒にキッペ、あの、こしていこうか。よいしょ。いくよ。はい、ちょっとストップしとって。はい、お願いします。やり方わかる。うん。これはあっちに。そう。そろそろ。そろそろ。でんくなったらカスをこっちに。なんか飲んできた？オッケー。あ、じゃあお母さん捨てようか。ちょっと待って、ちょっと待って。いいよ。はい。でしょ。はい。ちょっともう行くよ。行っちゃいます？あ、オッケー。よいしょ。オッケー、終わった。ちょっと待ってよ。いい。うん。重いよ。はい、お願いします。綺麗な色だね。そう。大丈夫？めっちゃ心臓ビクッとしてる。ビールやん、ワインやん。ワインやね、本当だ。うまっ。マジで？オッケー。スイカジュースができました。みんなできたよ、おいで。みんなおいで。はい、みんな座って。え、ちょちょ、あ、え、ちょいじゃん。うん、なんか切手の、すげえ。なんかそう、バンパイアのみたい。全部なかったもんでさ、バンパイアのさ。そう、ビールグラスや。そもさんが持ってきてくれたお菓子かな。今度そこ、キュンキュンに座れる。うい。はい、どうも、バンパイア TV の、お、なんで？はい、今日は、でんそれ僕の B 型の血液飲んでみたー。今日は B 型、A 型、AB 型、BB 型、CC 型です。いや、O 型が入ってない。確かに O 型。今日はこの BB 型初めて聞いた。じゃあみんな乾杯しましょうか。はい、スイカジュース。スイカジュース。じゃあ暑い夏にはスイカカタユイ。はい、どうもバンパイアティムです。今日は B 型の血液飲んでみたいと思います。うまい。匂いは。なんかね、血の匂いって感じですね、やっぱ。あー、血の匂いですね、この匂い。熱い、血の味だよ。血の味だよ。血の匂い。おいしい。おいしい。血の味すんね、血の味。果汁が、あの、いや、そこと入ってない。血の味すんね。血の味も飲める？大丈夫？おかわりある。あ、おかわりあるやん、それ。お菓子合う？あ、これ合うわ。甘いのと酸っぱいの。塩辛いの。おかわり欲しい人どうぞ。まあ、見て。普通にスイカ食べるのとさ、ジュースにするのどっちが美味しい？普通かジュース。うちはジュースか。あ、オッケーといくわ。やっぱ加工しちゃうよね。でもうすぐ夏休みやん。夏休み何がやりたいの？花火！花火さ、買ってこっか。ダイソー撮ったら。あ、そうやね。動画に撮ってね。お泊まり会の時にやろうか。もうあと2回で夏休み始まってしまいますね、ついに。え、何日に泊まるん？
結構早めがいい。8月の第1週か第2週どっちか。まあ、1。塩松は初泊まりやからね。そうやね、初泊まり。残り言う人もいらないやったら僕飲むけど。おいしい。うん。俺もおかわり飲んどる。かん、きっぺおかわりした？俺、一回おかわりした。僕も、僕は2回やる。あ、そうな。じゃあ。ありがとう。すごい、大人気。俺一回おかわりした。うまい。2回じゃない？ん？おかわりよ。素材でした。はい。このスイカ、あ、いや間違えた。この血液のジュースは、5億円で売っています。高すぎる。5億円で売っているので、30分以内にお電話していただける方は、さらになんと値上げして、10億にしてもらいます。誰も買わんぞ。電話番号は、0120-9393。覚えてください。またのご利用お待ちしております。バイバーイ。うちの味。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。